泡っぽくなってません？そうですね。フィールドパビリオン。このコーナーでは大阪・関西万博に向けて兵庫県内で続々開設中の兵庫フィールドパビリオンを体験リポートしちゃいます。今回のフィーパビは姫路プレミアムビアで乾杯。田口真理さんがクラフトビール作りを体験します。これ、ね、姫路城からすぐのところなんですが、なんと今回はですね、私の大好きなビールに関する体験ということで、こちらでございます。小金さんにやってきました。あ、おしゃれ。なんかバス停みたいになってるんですけど、ビアテラスと書いてて、オリジナルクラフトビール中にたくさん並んでます。さあ、それでは早速行ってみましょう。どんな体験かな。クラフトビール専門店小金、2022年のオープン以来、播磨のクラフトビールを提供するビアバーとして人気のお店です。フィーパビの仕掛け人は播磨グリーンラボという団体です。どういった活動されている団体なんですか？はい、町に緑を広げようというところで、はい、町中のグリーンを、増やしていく活動をしているんですけれども、はい、その中でも播磨ホッププロジェクトということで、ホップを育てるという活動をやっております。ホップとはモルトや水と並ぶビールの主原料の一つ。街中のさまざまなところで今180人の人にホップを育ててもらってます。プランターで育ててもらってたり、それから耕作放棄地なんかをうまく活用して畑でホップを育ててもらってたり、そういったことでこういうふうに収穫できるようになりました。ビールの香りとか苦味の元になるものなんですね。ちょっと香ってもらっていいですか？ビール。ああ、ありがとうございます。そうなんですよ。収穫から乾杯するところまでなんか味わってもらえるのが一番いいなっていうことを、こう僕らはプログラムとして提供してるんです。それがフィーパビ体験。そうなんですよ。ホップの収穫は夏で終わっているため、今回は収穫したホップを使って醸造所を併設したここ小金でクラフトビール作りを体験します。普段はなかなか一般の方入れないんですけど、はい、まあ、今回私たちのプログラムの中では特別にこの小金ブルワリーさんから許可をもらって一緒に体験できるっていうプログラムを提供させていただいてるんです。へー。まずは原料となるモルトを温水が入ったタンクに投入します。ちょっとずつ開いてもらっていいですか？ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ開いてください。うわ、難しい難しい。重たいですね。はい、これ一人でやったらもう大変。すごい量ですね。そうですね、もう120キロなので。これでビールはどれくらいできるもんなんですか？だいたい500リッター。500リッター、はい。どれくらい、500リッター続いて投入したモルトを攪拌していきます。ビールも攪拌するんですか？そうです。へー、あ、すごい。ちょっと泡っぽくなってません？そうですね。へー、それでそこの方まで入れて、はい、で下から上にこう持ち上げるように。ほんまや、はい、これでも麦の香りですか？麦の香りですね。ね、はい、攪拌するとモルトに含まれるデンプンが糖に変わり、それを含んだ麦汁をろ過して取り出します。糖分を酵母が食べることによってアルコールを発生させるということなんで、はい、この作業はすごい大事になります。初めの作業が一番大事なんですか？そうですね、ここで丁寧にやってちゃんとやっぱりきれいにこしてから次に行くっていうのが一番大事ですね。ろ過した際に発生するモルトカスは再利用されているんです。
普通ビールの醸造所では産業廃棄物として処分する形になるんですね、はい、で、まあ、あの僕たちは、まあ、そうすると今までこう農家の方々が一生懸命育ててきたこの大麦を、まあ、このまま処分してしまうのはもったいないなと思って、ここにもう一度命を吹き込みたいなというふうに思って、はい、このモルトカスを自分たちのホップの畑に撒いたり、はい、これを乾燥させてなんか食べ物に使えないかなと思って、このもともと大麦って食物繊維の塊なので、はい、それをやっぱりこう食べ物に還元することによって自分たち自身も元気になる、そういう取り組みをしたいなと思って。わ、素晴らしい。ありがとうございます。続いて麦汁にホップを投入しますが、その前にビールってね、ちょっとほろ苦い感じが美味しかったりするじゃないですか、はい、その苦みがまさにこのホップから。いきます。しっかりと味と香りが染み込むように細かく粉砕していきます。美味しくなあれ、美味しくなあれですよね。そうなんですよ。粉砕したホップを袋に詰めて麦汁の中に投入します。あ、こちゃん、これこのまま今だけね、こうやって作りたいので、今だけ持ったままそのままお茶と入れちゃってください。お茶のティーパックみたいなことですか？すごい、入れていいですか？入れますね。はい、入れました。あ、いってらっしゃい。いや、今ホップをね投入させてもらいました、はい、でここから1時間ということなんですけど、はい、その後はどういう風になったらビールになっていくんですか？そうですね、まあ、こちらに入れてあるこのタンクに入っているビールをですね、はい、今度こちらのタンクに移し替えます。また移すんですか？はい、移します、はい、で移した後ですね、これからまあ1ヶ月かけてですね、まあ、発酵を進めていくという形です。1ヶ月かかるんですか？はい、そうなんですよ。しっかり寝かせて、はい、であれが出来上がる。そうなんですよ。ビール作りはここまで。この夏収穫したホップで作ったクラフトビールをいただきます。どうぞ。待ちに待ったよ。あ、美味しい。あ、よかったです。ありがとうございます。あ、おいしい。心底おいしいと思っていただいてる顔でよかったです、はい、もうこの香り、はい、最高ですね。本当に華やかで、で少し、ま、ほろ苦い感じですよね。そうですね、うん、それもホップの先ほどの苦みが出てますので。美しいですね、味が。このビールはただ単なるクラフトビールじゃなくて、もういろんな皆さんの思いが込められたビールなんです。続いて醸造中に出たモルトのカスを再利用したお菓子をいただきます。うん、パリッと言いましたね、うん、あ、すごい、はい、口の中がそうなんです、すっごくいい香りになった。タンクから出ているフードとビールなので、それは合わないわけないですよね。そうなんですよね、うん、まや本当にいろんな方の思いがこちらのお菓子にも込められています。捨てることなく全てを美味しく使い切る、はい、素晴らしいと思います。そうですね、クラフトビールを作っている人たちも大手の市販のビールにやっぱり負けたくない、自分たちの地域のビールを作りたい、自分たちの地域を盛り上げたいっていう思いがやっぱりみんな持ってるんです。その思いだけは、はい、まあ、少数派だけど誰にも負けない強い思いを持ってて、さっきのホップっていうのの、まあ、花言葉が希望っていう意味だったりするので、はい、やっぱ生きていく意味での希望とか強さだとか、なんかそういうののなんか塊みたいなものがこのクラフトビールに込められるなと思ったんです。これから先もこうみんなと一緒になんか美味しいものを作ったり、美味しいビールを作ったりして、こうなんか命伝えれるような、なんかそういうふうなプロジェクトにしたいなって思ってます。ここで兵庫フィールドパビリオンからのお知らせです。ただいま兵庫県ではフィーパビの県民モニターを募集しています。県内を拠点とする子ども会だったりとか、はい、自治会さん10名以上でフィールドパビリオンを体験していただいたその費用をですね、はい、上限4万円ですけれども補助させていただく制度になります。フィールドパビリオンの体験費用と体験にかかる交通費が対象になります、はい、今第3期の募集中ということで12月1日から来年1月31日まで、はい、まあ、方法は2つありまして、インターネットの電子申請システムをご活用いただくか、郵送で
申請いただくことが可能ですので、詳しい応募方法とか書類などは募集要項に記載しておりますので、インターネットで県民モニター事業と検索いただければ一番上に出てきますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。県内外国内外さまざまな人に兵庫県の魅力を知っていただきたいと思っていますので、ぜひともチェックしてください。ぜひ皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。今日は秋の丹波地域にやってきました。季節も良くなって、ちょっと旅に行きたいなって気分になりますよね。そんな時にぴったりのサイトがあるんです。心さん一押しのサイト、その名もぶらり丹波寺。丹波篠山市と丹波市の観光スポット、グルメ、イベント情報など丹波地域の魅力が満載の観光ポータルサイトです。今日はこのサイトを見ながら楽しみたいと心の底からも底から思います。ということで、心さんが見つけたのはフォレストアドベンチャー丹波篠山。標高およそ500メートルの山の中に森をそのまま生かして作られた、スリル満点の空中アスレチックとジップラインが楽しめる施設です。すごい高い場所なんかいろいろあったりして、ここはですね、高さ10メートルのところの木々を、こういったハーネスをつけて歩いてもらったり、滑って遊んでもらうようなアスレチック施設になってます。怖ー、はい、滑るってちょっと芸人が一番怖い言葉あーそうですね、ヒヤッとしました今よろしくお願いします。お願いします。はじめに安全器具の使い方や注意事項などをしっかりと学びます。こちらコースがここ登って、はい、渡ってさらに渡ってっていう感じになってきます。もういきなりクライマックス来ましたね。はい、プーリーを通して、はい、いいですね。そしたらここ手すりとかないので、わー、はい、お、はいや、お、揺れてる揺れてる、怖っ、怖はいどうぞ、はい、はいどうぞって行きます。はい、え、怖っ怖っ怖っ、ヒートかちーよ、大きな上手に渡ります。はい、怖はい、続いては足場がなくロープにぶら下がりながら向こう側へ渡るコース。怖え、そこか芸人魂よね。うわー、はい、ちょっとこれで身を預けてこれで進んでいくんですね。そうですね、しっかりしゃがんでもらって、はっ、うわー、うわー、うわー、やい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 や、ナイスナイス、行けてますか。はい、どんどん先へ進むものの恐怖のあまり、のなぜか笑いが止まらない心さん。ほっ、あ、なるほど、最後、うわ、達成感すごいですねこれ。さあ続いては、はい、あちらです。え、ジップスライドにさらにボードをつけた、はい、ジップボードっていうアクティビティをやっていただきます。スケボーみたいなのありますね。そうなんです、もうコナン君のようにシュー、はい、高いで、ほんとこれどうやって乗るんですかこれ。1,2 で、1,2 で、はい、ジップボードに乗って滑っていきます。 1,2 でも行っちゃう、行っちゃいます。はぁ、あ、行くよ、せー、行くよ、行くよ、行くよ、せーの、うわぁ、良かったです。ありがとうございます。やればできる。次はどこ行こっかな。
ぶらり丹波城を見ているんですが、丹波ってお酒の名産地でもあるんですね。わっ、ここ行ってみよう。日本酒が大好きな心さんが次に向かったのは丹波市の山名酒造です。いや、すごい酒蔵さんですけど、創業何年ですか？1716年になります。そんなに長いんですか？そうなんです。で、すごく若く見えますけど、おいくつですか？はい、今僕が34歳ですね。若っ。ほんまにその長い歴史で見たらほんまちょんですよ。ほんまにちょんです、はい。そうなんですね。でもすごいいっぱいお酒種類置いてありますけど、はい、おすすめとかってあったりするんですか？こう地元の方に飲まれてる奥丹波純米吟醸というお酒が一番おすすめです。ちょっとこう熟成感もありながら爽やかな感じの。わー、美味しい。美味しい。ありがとうございます。飲みやすい。すごい、なんか皆さんに好まれそうな。 ありがとうございます。と、ここでとっておきのお酒があるそうで。なんか愉快な方出てきましたけども。こちらがですね、地元の三宝ダムっていう、はい、あのダムがあるんですけれど、このダムの中の坑道で熟成させたお酒となっております。丹波市内3つの酒蔵と丹波県民局が連携し、三宝ダム管理トンネルの中でお酒を熟成させて期間限定で販売する取り組みを令和3年から行っています。こちらはどういったお酒なんですか？肝と仕込みという、昔ながらの作り方でお酒を作って、でそれでできたお酒を、ダムで熟成させた商品になっております。欲しい、欲しい。このダムがですね、年間ずっと15度なんで、こうすごく綺麗に丸く熟成するっていうのが、実はこのダム貯蔵のお酒、はい、もう一つ特徴がありまして、兵庫酒 AT5 という酒米を使ってお酒を作っています。兵庫県が育成した新しい酒米、兵庫酒 AT5。 暑さや病気にも強い次世代の品種で、香りが高くすっきりと喉越しのいいお酒になるのが特徴です。この兵庫酒 AT5 っていうのは、はい、ダム貯蔵以外にもあったりするんですか？そうなんです、年間流通で出してるお酒もいろいろこのお米を使って作ってます。なんかそんなけなんか聞いてきたら、ちょっと食べながら飲みたくなってきましたね。多分地元の飲食店さんとかでも結構飲めると思います。そうなんですか、はい。そこで心さんがぶらり丹波寺で見つけたのは、こちらの丹波旬菜田舎屋。店主井出野さんの地元食材にこだわったお料理と、利き酒師の免許を持つ奥様がセレクトしたお酒が人気のお店です。こちらに兵庫酒 AT5 を使ったお酒ってあるんですか？はい、ございます。おわあ、あらら、うわ、美しい。兵庫酒 No.85。はい、わあ、ありがとうございます。はい、あー、いい。いい、うまい。兵庫酒 AT5 を使ったお酒って、はい、純米酒とか純米吟醸とかいろいろあるんですけど、はい、うまみ、酸味、甘みとすごいバランスの取れたお酒なので、ちょっと今食事なくてもこんな進んじゃってます。はい、失礼します。じゃあまずは、じゃあ里芋の唐揚げになります。里芋の唐揚げ、はい、うわー、美しい。続きまして、はい、こちらもう一品、はい、ナスの味噌チーズ焼きになります。おナス大好きなんです、私。では里芋の唐揚げから、はい、お塩にちょんと。そうですね、手前の、はい、とんでもない。すごい。美味しいですか？美味しい。はい、よかったです。続いて、ナスの味噌チーズ焼き。
優勝しました。ありがとうございます。優勝です。ありがとうございます。美味しい。まあ、季節のものがあるじゃないですか、はい、お酒にも季節って春夏秋冬で出てくるお酒があるので、うん、そういうの合わせて、召し上がっていただくと美味しいですよって。最高です。ありがとうございます。いや、最高の一日でしたね。ぶらり丹波寺、まだまだ情報がいっぱいですので、ぜひ参考にしてお出かけしてみてください。秋の丹波寺最高。兵庫県公式の単発お仕事探しサイト、淡路島マッチボックスのご紹介です。これは1日単位や短時間など、皆さんが働ける時間で淡路島地域内の単発バイトや就業体験を探せるサイト。ここで見つけた仕事は面接や履歴書は不要。スマホで簡単に仕事探しから応募、出勤方法の確認、そして給与申請まででき、お給料もすぐにもらえます。利用には会員登録が必要です。使い方、求人情報など詳しくは淡路島マッチボックスで検索してください。今月19日土曜日と20日日曜日、県立明石公園にある千畳芝で第45回兵庫県民農林漁業祭を開催します。みんなで応援、未来へつなぐ兵庫の農林水産業をテーマに、県内の農林水産物の販売や展示、体験などおよそ90のブースが勢ぞろい。昨年出展した福島県産特産物などの販売ブースに加え、今年は能登半島支援として石川県産農産物などの PR 販売を行う応援ブースを特設。また兵庫県認証食品フェスティバル2024と第2回兵庫豊かな海づくり推進大会も同時開催。ぜひ県産の農林水産物の美味しさを確かめに、また新しい発見をしにお越しください。詳しくは兵庫県民農林漁業祭で検索してください。今週のプレゼントは、姫路駅名物招きの駅そば乾麺3人前お土産セットを6人の方に、姫路駅のホームで提供されている中華麺に和風だしというユニークな一品。ご応募はハガキ、ファックス、番組公式ホームページと X から。締め切りは10月23日水曜必着。たくさんのご応募お待ちしています。